で、これ取れるな満点って、そのアンケートを毎回あるんで見るとですね、すごい見下されてるんですよ。やっぱり点数がね出ちゃうんですよ。講師たちがその試験受けて何点だったかっていうのが出ちゃうので、だから満点じゃなきゃいけないなと。予備校で当たり前のことは卒業業界で当たり前じゃないし、教育業界で当たり前のことは予備校業界で当たり前でない。ハローでは始まりました。もてつチャンネルです。今回はですね、はい、本日2020ですけど、2020年の10月19日になりますね。October 19th ということで、そうです。TOEIC なんですね。1019で TOEIC の日というですね。まあ、非公式ですけど、もちろんこんなの公式にあるわけではないですが、オフィシャルな日ではありませんが、TOEIC の日という感じでね、日本では TOEIC マニアの方々がですね、祝われたりする日なので、ちょっとね、それについてね、話そうかなと思って、何がいいかなと思ったんですけど、ちょっとごめんなさいね、私今舌噛んでですね、舌は水ぶくれじゃないし、何、血の膨れがボンってあってですね、うまく喋れないんですけど、せっかくなんでね、まあ、TOEIC 講師になってどうだったのかとかですね、なんでなったんだとか、その辺のことをね話していこうかなと思いますね。TOEIC講師なんてね、昔はそんなにいなかったと思いますけど、今はまあ TOEIC の需要がすごく高まったからね、TOEIC だけ教えてる先生っていうのもいたりするわけなんですよね。で、自分も TOEIC 講師と、まあ、予備校講師のね二足のわらじでやってきたわけなんですが、どうしてねそんな感じになったのかっていうのをちょっと話そうかなと思いますね。まず最初に大学時代に、まあ、TOEIC について、まあ多少高校時代から、まあ、TOEIC っていう名前自体は知っていたんですけども、やっぱりだんだんね就活とかする人もいるし、 TOEIC っていうのがねこうだんだん耳に入るようになってきたわけで、であとは英米文学専攻だったんで、やっぱり英語なので何点持ってるとかっていう話になったりもするし、あとは教育実習行く時のねテストがあったりして、その英語のテストの免除に TOEIC 何点必要みたいな感じになってたんですよね。なんでやっぱり嫌でも TOEIC っていうものをね聞くっていうことはありました。まあただ自分自身は留学したかったんで、TOEFL の勉強をしてましたね。で、自分のやっぱゼミもですね、英語が結構できるっていう感じのゼミだったんで、で、1個上の先輩にやっぱ900点台がゴロゴロいて、985点と990点がいたんですよ。2人がいたので、やっぱり TOEIC はなんか意識するようになったんですよね。で、だから満点取る人なんかいるんだな、その時は当たり前ですけど、自分がね、その後990点満点を90回も取るなんてね、想像もしてなかったですけども、すごい。ね、別世界だけど、まあ、取れる人がいるんだなっていうふうに思ってました。で、留学が終わって帰ってきて、でどれぐらい取れるようになったのかなと思って受けてみたら920点だったんですね。で、次受けた時に950点だったんですよね。で、これ取れるな満点っていうふうにね感じたんですよね。そう、留学から帰ってきたら自分の同じ代の人も満点取ってたんで、990点持ってたんで、満点ってもしかして取れるのかなっていうふうにまあ思ってたんですよ。で、実際受けて920、950ってきて、でもう一回受けてもう一回950点になったんですよ。で、あれこれ取れるんじゃないかなっていう風に感じたんですよね。当時公開テストの時に、まあうちのチャンネルにね出てくれたこともある神崎先生っていうですね、エッセンスっていうところの講師、あの満点の講師だけのねエッセンスっていうのがあるんですけど、そこで働いて TOEIC 関係の本を出してる先生がいて、その先生がインターネットラジオやってたんですね。TOEIC が終わった後に、まあ今僕があの YouTube でやってるじゃないですか、反省会ライブみたいなの、ああいうのをやってた方がいて、でそれを聞いたんですよね。偶然ね、どういう問題が出てたか調べた時に出てきたんですよね。で、それを聞いた時に、あれ？俺随分覚えてるなって思ったんですね。自分が、あれ？こんなに問題覚えられるんだなっていうふうにすごい感じたんですよね。で、あ、これじゃあ出たいな、このラジオっていうふうに思って、で、連絡したんですよね、神崎先生に。もし満点取ったら出させてくださいっていうふうにね、連絡をしたんですよ。で、TOEIC受けたら、満点取れたんですよ。日本に戻ってきて4回目か。それで満点を達成することができて、で、その神崎先生の紹介で、そのさっき言ってたエッセンスっていうところにも入ったんですね。で、さらには本をね、出版するなんていう、そういったチャンスも与えられたんで、本を書きたいとか思ってたのが、予備校で達成するんじゃなくて、TOEIC 業界で達成されたっていう感じになります。で、じゃあその TOEIC 講師になるのはどうだったのか。いや、大変でしたね、なかなかね。まあ、英会話学校でも教えてたんで、それの TOEIC コース担当してたんで、それはそんなに大変じゃなかったんですよ。
まあ、その920か950点の時から教え始めてたんで、で、まあ、少人数ですし、出したことはなかったんですけど、そのエッセンスは、当時はすごい人数のね、生徒さんがいっぱい、本当にいて、初めて、たくさんの自分より年上の人たちの前で教えたんですよね。評価もね、さほど高くなかったんですよ。で、そのアンケートを毎回あるんで見るとですね、やっぱすごい見下されてるんですよ、やっぱり。若造がみたいな感じでね、話し方とか見た目とかについてすごい書いてあって、もちろんすごい大絶賛、一番今まで受けた中で一番良かったですみたいなのもあったんですけど、やっぱ大人にはやっぱり威厳っていうのが必要なのかなっていうのはすごい感じた時でしたね。さらにエッセンスっていうのはですね、点数がね出ちゃうんですよ。講師たちがその試験受けて何点だったかっていうのが出ちゃうので、そうだから満点じゃなきゃいけないんですよ。でも当時の僕はですね、そんなに満点を続出できるような力があったかって言われれば、まだまだビジネスに関しては知らないことだらけだったんで、結構難しかったわけですね。さらにケアレスミスをめちゃくちゃたくさんする人間なんで、マークミスしたりとか全然読み間違えてたなんていうことはもうザラにあるというか、よくあることなんです。 今でもありますからね、読み間違えてる、別の単語だと思って読んじゃってるなんてこともよくあるんですけども、なんでそれはプレッシャーでしたね。やっぱ満点を取らなきゃいけないっていうプレッシャーを常に与えられてやるのは大変でした。今はなんかそんなプレッシャー感じないので、試験受ける時も大丈夫なんですけど、当時はめちゃくちゃ試験も緊張して受けてましたね。で、結果が来て、で、満点いってない時のあの悲しさね。で、それも張り出されるわけですから、そのプレッシャーといえば、まあ大変でした。で、まあ本がね、いろいろ書けるようになって、留学した時に本書いて暮らしたりだったりとか、日本戻ってきて専門学校とかね、大学とかでも教え始めて、で、面白かったですね。エッセンスっていうのはそのやっぱりレベルの高い人がすごいいっぱいいて、いわゆる800点とか900点台がゴロゴロいる感じだったんですけど、それがやっぱりこの2、300点とか、まあエフラン大学の動画出てますけど、未だにいっぱい再生されてますけど、まさにその時の感じで、もう全然できない人を教えるっていうね、いうのも味わったんで、なかなかそれは体験として良かったですね。まあ、今でもそういう風に大学とか企業でもね、教えたりすること、まあ最近はリモートなんで、全部企業も大学もリモートで教えたりするんですけど、それでもやっていく意味はあるなと思ってるんですよね。やっぱ分かることってたくさんあるんですね、教えることによってね。で、まあそれが楽しいって感じでやっますね。で、TOEIC っていうのはやっぱあとは公開されてない試験ですね。受けないとやっぱ分かんないので、で、受けるといろんなことが分かる、発見があるっていうので受け続けてますし、さらに教え続けてる理由はそうですね、教えて分かることっていっぱいあるわけですよ。まあ傾向が変わってきて、新しくね、いろんなものが出てきて、で、それにもまあ自分は対応できるわけですけど、やっぱり新しい形式になったらあれってなっちゃう生徒さんいっぱいいるわけじゃないですか。で、その人たちがどういうふうに間違えるのか、どうつまずくのかっていうのはね、やっぱり常に興味があるというか、常にそこにはアンテナを張ってね、でいるので、すごく勉強になるんですよね。だからまあ今後もね、続けていこうかなとは思ってますね。ちょっと個人的なセミナーがね、もうコロナ禍で全然できなくなっちゃって以来やってないので、まあ、またいつかやるかもしれないですけど、その時のためにね、日々研究は続けていきますので、トイックですね。トイック講師になったのはそんな理由でなって、トイック講師を続けている理由っていうのは、トイックというものを研究するのが楽しいし、みんながどういったところで引っかかるのかとかですね、で、どうやったら伸ばすことができるのかとかっていうのを知るのが、ね、楽しいっていう感じですね。もう授業とかね、セミナー自体はもう頭の中に入ってるので、もうトイックの知識は山ほど、それでパッと出すことができるんです。まだまだやっぱりね、新たなことをたくさん学んでいけるので、トイック講師はちょっとやめられないなっていう感じですね。仕事なんだけど趣味みたいな感じですね。で、予備校講師とやっぱ違うところがあって楽しい。予備校で当たり前のことはトイック業界で当たり前じゃないし、トイック業界で当たり前のことは予備校業界で当たり前でないっていうので、かなりやっぱズレもすごい多いんで、結構まあ僕が参考書でつないだところはいっぱいありますけどね、こっちの要素をここに、ね、入れればすごくうまくいくし、こっちの要素をこっちに入れればすごくうまくいくのにっていうところいっぱいあるので、まあ多分ね、あの4技能試験がね導入されてて、そこにトイックが入ってたらね、今頃また別世界だったと思いますけどね、どうなっていたんでしょうね。トイック講師がいっぱいね、受験業界に入ってたりしたんだろうなとはいうね、思うんですけども、まあそれによって多分ね、受験の方の解き方とかもう知識とかもかなり洗練されるようになってると思いますからね、かなり和訳にしたってだいぶズレがあったりしますからね、この単語をこうやって訳すのみたいな、トイックだったらこうなのにみたいなのとか、結構あって面白いんですね。という感じで、はい、また大学受験の問題も分析するの好きですし、トイックも分析するの好きなんで続けていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.